カト楽書は古代中国における伝説上の随章であるカトと楽書を総称したものである。川は黄賀楽は落水を表す。液の発見や後半旧中の金言とされている。その出典は論語誌刊編や液橋掲事上でにある。論語では孔子の言葉としてとあり、鳳凰と名み記されていることから黄賀に現れる、正水であり、 孔子が、掃除の現れない、当時の乱れた世の中を嘆いていることがわかるのみである。ここで、楽書は登場しない。一方、液境刑事上伝にはとあり、聖人が液を作った由来に関する文脈である。これにより、刑事下伝のという仏忍がけの伝説と合わされて、かとは、発揮の手本になったものと解されるようになった。また楽書については、漢情五行使の流の説にあるように、 宇の治水の時に、落水に現れた小水で、諸教の後半宮中のもとになったと考えられるようになった。このような説のもと、前巻末から五巻にかけて流行した神秘主義的な、神医思想により、加藤や落書の名を冠する書物が作られた。抜き書の伝説では、甲賀から現れたのは龍馬、落水から現れたのは亀であり、加藤や落書はその背にあった分とされた。 この伝説により、以後、カトは、リュウズ、または、リョウマズ、ラクショは、カメショとも呼ばれるようになった。壮大になると、カトラクショは、図像と解されるようになり、音名を表す黒点と白点の数によって示された。主神は、関城駅伝において、リュウマキが伝えた、カトラクショを収録し、陽光も、六教図大駅像数針り神図において、これを収めた。ただし、 彼らは九数図を、かと、十数図を落書としていたのであるが、主記と、蔡元定は、疫学啓蒙において十数図を、かと、九数図を落書とし、主記、収益本義の監守にも掲載した。彼らが十数図をかとにしたのは、刑事上伝にある、天地十数の記述に基づく五行生成の数と、合致し、九数図を落書にしたのは、八景を八方に配した九、偶の数に合うのを、 主器の考えた、不次の益と文王の益の分別によって分類したためである。この説は、総額が感覚となり、体制共学化することによって、長く信じられたが、信頼になると、こう義ね高高しえ恋といった学者たちによって、根拠のない捏造であると証明され、通列な批判を浴びることとなった。主器と、西本貞は加藤十数図とした。 これは十数図が、液境掲示上殿にある、天地十数における五行生成の方位と合致している、ためである。掲示上殿では1.35.79を、天の数、2.46.80を、地の数とする。このため図では、陽である天の数を白、影である地の数を黒で表す。また、五位相得てお々の合うありは、天一は水、北方を生じ、地には火。 南方を生じ、天三は木、東方を生じ、地四は、金、正方を生じ、天五は、土、中央を生ず、地六は水、北方をなし、天七は火、南方をなし、地八は気、東方をなし、天九は、金、正方をなし、地十は、土、中央をなすの五行生成の数に従って五方に、配当している。十数図一方、落書には九数図が当てられた。 これは縦、横、斜めの相和が15になる魔法陣が描かれている。これは、駅抜きからのみどおよび、低原中にある大地9宮の方に由来する。なお黒白点の色はこれも、天地十数に従っている。9数図、ふっつぎが毛を草案した時の原理を表しているとする図を先天図という。ふっつぎが加藤ヒントに毛を草案したとされる以上。 カトと先天図には何らかの接点がなければならない。そこで、真のコー氏は、唐癖を治むにおいて、カトラクと先天図の数を一致させる法則を編み出した。これは、それまでのように、黒白天を音量量儀とするのではなく、カトの横を、用ただし、縦を、影儀とし、さらに中央の数から、四方の数を引き算して一1三3 4の順序になる。 横の西、東、縦の南、北を、太陽、松陰、松陽、単陰の四象とし、横の9.43.8を、寒、直し、李、真に当て、縦の2.76.1を、辰巳、寒、牛虎、羊猿に当てた。これによって、先天八揮事情が得られ、これを円形に配すると、先天八揮法位図が得られる。またその数字の配置は、 落書と同じになり、から引く父が九、身長男が八、神中男が七、牛虎から小男が六を、羊猿から母が1、辰美長女が二、里中女が三、直し少女が四を得ることになる。落書における数と方位、小生八家との対応関係は、液響重欲の中の節家伝で解説されている。節家伝による方位や八家と数の対応関係は、 高天図と呼ばれている。ありがとうございます。